皆さんおはようございます、森ゆう子です。髪の毛を束ねて鼻の手を洗うように洗っていきたいと思います。これはコットンに出して、はい、今日はですね、新しいスキンケア用品が届いたので、それずっと欲しかったやつが届いたんですよ。日々の肌の変化とかを記録で撮っていけたらなと思ってます。今日が1日目になるので、とりあえずまだ使ってない肌の状態、顔でかいのはもう気にしない。はい、でこれが今の私の肌の状態ですね。ちょっと何、とりあえずね、そこら辺の毛穴の開きにキアと、と小鼻の汚れ、詰まり、毛穴の詰まりがすっごい今気になってます。で、新しく買った化粧品、スキンケア用品がこちらになります。これはまずクリスティーナっていうスキンケアブランドを購入しました。なんか来月から値上がりするみたいなので、それでちょっと発注とか業者さんが結構バタバタしてたみたいで、今回1週間ぐらいかかりました。まずビオフォートっていうシリーズの、これはトナーですね、化粧水。ここに書いてるんだけど、古い角質とかも取ってくれる化粧水、お肌の何、こうデトックスをちょっとされてちゃう。で次、アンストレスクレンジングミルクでございます。ジェントルクレンジングミルク、これはその名の通りクレンジングミルクで、アンストレスっていうシリーズになってます。アンストレスは肌をバリア、肌のバリア、バリア機能を高めてくれる、底上げ、肌の底、クリスティーナのテラスキンっていう美容液になってます。このクレンジングで洗って、化粧水で肌を整えた後に、これを数滴お肌につけて水分力を保持、高めてくれるっていう効果。クリームに関しては今使ってるやつで全然 OK っていうことだったので、それなので今使ってるのはこの肌ラボさんプレミアム、こちらを使っていきたいと思います。今まで使ってたやつを朝に使って同じくで、夜だけクリスティーナのブランドスキンケア用品クリスティーナを使っていこうと思います。はい、ってことで今髪の毛を束ねて、顔洗う用意はできたので、これから洗っていきたいと思います。昨日顔洗ってないので、ちょっとこの汚れたちをこう前に全面的に押し出すためにホットタオル、まあ、今日時間あるのでホットタオルをしていきたいなと思います。あ、ピント合ってる。ほら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 、この鼻鼻鼻わかる、この鼻の汚さやばいね。閲覧注意だねこれ。はい、ってことでちょっとホットタオルやったので洗っていきます。まず顔を洗う前に手を洗います。本当に手って洗わないと汚いので、手を洗ってからコンタクトつけてると思うんですけど、コンタクトつけてるつけてないかかわらず、顔を洗う前は絶対手を洗うようにしましょう。本当にこうやって顔洗ってるの、顔濡らしてるのこれ。じゃあ濡らすか、とりあえず分かんないから濡らしてやってみます。濡らしてこれを使っていきたいと思います。ミルクね、首までって書いてあるから、まあ、首のギリギリはできないかもしれないけど、テクスチャーは割と固めかな、そこまで柔らかくない、だからこう手から流れ落ちていくことがないから、それはそれでいいかもしれない。あ、いい匂いする、甘い、なんだろう、バニラかな、バニラっぽい匂いだね。夜仕事から帰ってきた時の夜めっちゃいいかもしれない、めちゃくちゃ気持ちいい。でこれ結構伸びがいいから、今私4プッシュ出したけど全然半分でもいいかもしれない、2、3プッシュでいいわ。肌を最低限のレベルを高めたいって、これカウンセリングしなきゃ買えないんですよ、クリスティーナって。でとりあえず今の要望としては、肌の最低限のレベルを底上げしたいっていうので、ただそのちっちゃいニキビになりそうなポツポツとかも
見受けられるから、アンストレスとビューフォートが今もいいと思いますってきて、で、水分力、肌の水分力も高めてくれるテラスキンとかも、おすすめしてくれたので、そちらを買いました。今回は、こちらになりました。次のステージ行きたいなって思ったら、次はイラストリア、美白のシリーズとか、エイジングのシリーズ、に、ちょっと行けたらいいなと思います。で、水で流すときなんですけど、クレンジングを。乳化させてください、絶対に。こう、まず、一気にバシャバシャって洗うんじゃなくて、顔を濡らしてお湯でこのクレンジングされてる顔をね、でその水とミルク、クレンジングをこう混ぜて乳化させてください。これのこの一手間だけで全然肌変わってくるから、はい、 OK、 洗い落としてきた。ちゃんと洗い残しないように、洗い残しないかな、でもなんかちょっと首気になる。うん、オッケー。で、顔を拭きます。顔を拭くときは私絶対クレンジングタオルかティッシュを使ってます。どっちでもいいよ、とりあえずタオルだけはやめてるっていう話。あ、でも結構肌明るくなったような気もするし、ちょっと滑らかなんだよね顔が。ちょっとしっかり汚れは落ちてくれてる、本当にいいかも。はい、で次はこのトナー、これはコットンに出して、でこう滑らせる感じでやるみたい。これも早く寝たい日にこんな丁寧にやるって言われたらちょっと厳しいかも。いや、頑張れないことはないけど、こう早く寝てえなって思うかもしれない。だから手でやれる予定だったら手でやってる。でもこれいいかもしれない、なんか本当に肌が清潔になりそうな感じ、今まで以上に。次はこのテラスキン、本当に見えないだけど、テラスキンを使っていきたいと思います。美容液、薄いピンク色で可愛いんだよこれ。あ、匂いはなんか可愛くない、アルコールっぽい匂いする。あ、でもこのテラスキンめっちゃもちもちさせてくれる。しかも多分夜だけこれから使うから、今は朝だけど、多分今年いっぱいは持つと思う。いい感じ、めっちゃもちもちしてる、これいい。で最後に自分がいつも使ってる保湿クリームを使っていきます。あ、これはね、いつも通り、気持ちいい。オッケー、スキンケア完了。なんか肌がね明るくなった気がする。はい、ってことで今日のスキンケア動画、新しいスキンケア紹介をこれで終わります。でこれからね、多分夜だけ、基本的に夜だけ使っていく予定なので、あ、でも休みの日は朝と夜一緒に使うんだけど、基本仕事がある日とか朝ちょっと無理な日は夜だけクリスティーナ使って、それ以外はいつもまで通りのプチプラのスキンケア用品を使っていくので、それでどんだけ肌が変わってくれるか検証していきたいなと思います。またね、クリスティーナ使い切ったら経過レポートとともに感想とか、ちょっとまた気になるシリーズとかも、肌の状態とかもまたみんなに共有できたらいいなと思ってます。ってことで今日の動画を見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いできるの楽しみにしています。じゃあねー。